はい、こんにちは、まやチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。はい、ベイブレードバーストのランダムレイヤーコレクションボリューム6です。ランレイのボリューム6のフルコンプセットを購入しました。はい、相変わらずね、やっぱこのガチャってすぐなくなっちゃうんでね、うん、気づいた時にはすぐないってことで、もうこっち買った方が早いやってことでフルコンプセットです。うん、じゃあ開けていきましょう。はい、1つ目はネプチューン。ネプチューンだね。うん、ほらあれだ、シングルレイヤ ー。あ、これが入ってんの、超懐かしい。意外。そしてビーストベヒーモス。ビーストベヒーモスだね。これが今回のレア、ガーディアンケルベウスだね。サイキックファントム、はい、で最後がクワッドケチャルカトルですね。はい、でまあ持ってないレアといったらやっぱこれなんでね。そうだね、これだけちょっとステッカー貼りましょうか。はい、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがガーディアンケルベウスですね。うん、かっこいいね。うん、なんだけど今回は特にギミックなしかな。そうだね、このゴッドチップはあるんだけどね、ここになんか牙っぽいのが出てる。そうだね、一応この3枚レイヤーにはなってるんだけど、うん、それぐらいかな。そうだね、うん、ただ丸型なので強いかもしれない。はい、でこの改造はどうしましょうか、エンシン君。じゃあ改造はこれ選びましょう。ああ、これね、うん、はい、この中から選びましょうか。キュピー、どれにする。はい、ということで我々はこれにしましたね。ガーディアンケルベウス4クロスディフェンスですね。全部緑系だね。うん、ああこれはかっこいい。フレームもグリーンなのでいい感じにグリーンに仕上がりました。はい、他のレイヤーは全てデフォでいきますね。はい、ネプチューンアームドゼファーですね。こちらがクワッドケタルカトルのジャークプレスだね。はい、続いてサイキックファントムのポリッシュウェイトですね。はい、最後はビーストベヒーモスのヘビーホールドですね。はい、はい、色は結構バラバラです。はい、ということで今回はこのガーディアンケルベウス対この4体かな。はい、僕はビーストベヒーモスでヘビーホールドで。はい、ちなみに、このガーディアンケルベウスはディフェンスタイプだよね。うん、はい、せーの、3、2、1、ゴー。いった、ちょっと待って、思いっきり肘ぶつけた。あ、でも勝った。行ったかった。3、2、1、ゴッシュ。さあ、どうでしょう。ディフェンスとは言っても、ガーディアンケルベウスはロッカー緩いです。じゃあ、再加速きた。あらららら。お、強い。お、3、2、1、ゴッシュ。お、すごい攻撃を食らっているが、アタック攻撃食らってる。ベヒーモスは回転落ちてる。バーストバ耐えられるか。耐えてる。あ、じゃあ僕はベイ変えてネプチューンアームのゼファイ。懐かしい。3、2、1、オッケー。お、お、すごい。あ、カウンター食らった。結構これお紙だって勢力高いからね。いやでもガーディアンケルベース素晴らしい。3、2、1、ゴーシュ。おーっと、なんとは3、2、1、ゴーシュ。避けてるけど当たるとやばそう。当たった。さあ力入る。どうなるんだ。当たっこい。やっぱさっきと違うね。あ、じゃあ僕はベイカーでクワッドケチャルカトルジャークプレス。はい、3、2、1、ゴーシュ。いなし、あ、両方いなし攻めてて、うん、あーいなし、そっかそっかそっか、なるほど。斜めに打たない方が良かったのかな、もしかして。ディフェンスにはディフェンスを、あれ、そういうことね。目には目を置く。だがガーディアン3、2、1、ゴーシュ。7、1。さあ、リスクでいなせ。さあどうだろう、このガーディアンケルベウスに関してはファーストガチはなさそうだね、この感じからすると。いけてるか、取る。どうやらガーディアンじゃな。ガーディアンじゃ。3、2、1、ゴーシュ。
やばい、最初結構攻撃されたな。斜めやってるからね。よしよしよし。お、回転数落ちてるよ。使った削り方でダメなんじゃねえの、この守護者の前には及ばんだろ。サイキックファントムポリッシュウェイトへ、はい、変えます。3、2、1、ボッシュ。ポリッシュはね、メタルボールが入ってるから、そうだね、持久力アップへ。あ、ポリッシュじゃない、ウェイトで。しかもポリッシュでは跳ね返って攻撃するようになってるから、そうだね、またジャークとは違う感じだよね。さあ、よし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 、さすがなんか違うね。違うな、おし、あ、負けた。3、2、1、ゴーシュ。ここはね、おとなしくね、真下に守護しました。真下、斜めはやめた。完璧に守りに入りましたよ。わー、鉄壁の守り通じるか。周り回っちゃうと、ガーディアンは俺だ。あー、やばい。ガーディアンはこの俺だ。やった。3、2、1、ゴーシュ。おー、じゃあ僕はガーディアンキルベースフォークロスディフェンス、はい、で私はネプチューンアームドゼファーでいきたいと思います、はい、一番ちょっと攻撃寄りだったからね、うん、3、2、1、ゴーシュ。よし、当たる、やばい、当たる当たらんか。ダメだ、これスタミナもあるからね、これでは勝てん。あー、きついな、きつい。あー、 3、2、1、押せ。よし、当たれ当たれ、連続でもう一回当たれ。あー、くそー、当たんなきゃいけない。ロックは弱いんだこいつは。よし、どんどん攻めろ攻めろ、もう一回。あー、やばい、バチンバチンバチン、ダメか。あー、ダメだ。うわー、3、2、1、ゴーシュ。バーストしろ。あー、いかん、これはいかんやつですな。当たる、当たらんかい。当たるっちゅねん、いなせいなせ、当たるっちゅねん。うー、かたた、じゃあもう手をくれ、時すでに遅し。あー、負けた。はい、ということで今回はベイブレードバーストのランダムレイヤーボリューム6でした。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくね。よろしく。ということで今日の最後のバトルはどうでしょうか。ちなみに僕はサイキックファントムにしました、はい、ポリッシュウェイトね、うん、僕はガーディアンセブン。あー、こんなカチカチ対決になってる最後。もうちょっと激しくバーストとかしてほしかったけどな、うん、あー、負けた。ガーディアンキルベースなかなか強いね、うん、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。